シア代表メンバーに選出されました。また東京オリンピックジュニアユース沼田敦子選手は11月23日から静岡県で行われている2023ナショナルドレス U13 後期メンバーに選出されています。続いて長福広島監督は2023メンチェスター西武 J2 リーグにおいて、その次に最も優れた指揮をした監督を表彰する10月の月間優秀監督賞を受賞いたしました。さらに中原ひかる選手は11月5日第41節栃木 SC 戦で決めたゴールが明治安田生命 J2 リーグ11月のコナミ月間ベストゴールを受賞いたしました。皆さん大きな拍手をお願いいたします。紹介いたします。主審松尾はじ。